すごい綺麗。全然顔的に鬼じゃないよ。近くで見たけど、こんなとこに何しに行くの。すげえ、すごい。なんか何この、何この街、テーマパーク。何これ、めっちゃ綺麗だね。すごい。でもサングラスはいらない。それは関係ない。ちゃんとした絵でないと。すごいこれ。ここ？うん、よくない？ソリーソリー。え？ここ？いいんじゃない？あったら。来てよかったね、無理してね。俺的にここの街が一番いいかもしれない。すごい綺麗。今まで来た中で一番いいかもしれない。この旅、今回、ね、ここで泊まれたらもっと良かったな。泊まるんじゃない。泊まるってか。マジ。いや、今日行くとこまで行かないときついぞ。ああ、困る。うん、街歩きが楽しいね。サンダルで来たのは間違いなかった。ちょっと iPad 撮ってサンダル、サンダルもどっち。これはオランダ人よくやるの。俺はやる。やってくれんの。サンキュー。すごいな。いや、ワイン買ってきてあげたいからな。いや、気持ちだけで十分。買いたいっていう気持ち。GoPro つけてる。うん、お皿とか売ってるね。これだったんだ。よかった、観光の人。本当だ。ここ連れてこられたらそれそれ困る。入んないの？
わかんないね。Many Japan? Yeah. Japanese come here. Yeah. Oh. Oh. なんだって。But it's a good winery. Yeah. Where? In the village. I can't say which one. Okay. I see. You have to taste. Okay. 行こう。All good. Yeah. Yeah. Thank you. Merci. Merci. お。何？言葉がダメだもん。オランダ語と、オランダ語が出てきた。すごいね。いや俺さ、最初はさ英語でやって、途中からさオランダ語喋れるようになったのにさ、うん、最初に英語で話しかけて、俺に話しかけてくれてたやつはさ、最初から俺が喋れるけど英語で喋ってくんだよ、うん、だから俺それをひたすらねオランダ語にしてほしくて、俺はオランダ語で返してた、うん、英語で喋ってもらってオランダ語で話すんだ、うん、それをやってたら英語で話しかけられても英語で答えなきゃいけないのにオランダ語が出るようになっちゃったマジクソいいことじゃん。いやまあでも旅行とかだったらもう今とかもう超俺はもう悔しい。地図はされてもな。ちなみにここの町の名前俺は分かんないんだけど、なんだっけ。リクビル。ああ、そうか、そうか。リクビル、リキューブ、リキューブ。このままそこ出てぐるっと回って戻ろっか。あ、売ってる。普通になんか感じたら入ろう。飲むの？いや俺は飲まないけどなんか。いや俺も飲まない。あそう。飲まない。いやって今日きついぞこれからだけど。いいよ一本買ったし。え？一本買ったしいいよ。友達ん家行った時冷やし飲む。いやでもここで買いたいよね。一個ワイナリー行ってみる。やってないのかな。でもやってそう。ワイナリーって何？ああいうのはワイナリーじゃないの？あれはワインショップ、ワインセラー。あ、小売店。ワイナリーはだからメーカーだよ多分。メーカーね。作ってる場所。あ、そういうことか。今聞いたら選べないよって言ってたじゃん。違う、それはどれがどこがいいワインワインの店って、それ言えない。わあすごいな。だからってテーマパークにいるみたいなもん。ディズニーランドとか。これ多分あれなんかユニバーサルスタジオジャパン、ハリーポッターのやつとかこんな感じなんだろうな。ああ行ったことないけど。俺も行ったことない。どっち行く？ちょっと出てみよう。綺麗だな。
写真撮ろうか。撮れてる。ええやん。ええやん。ちょっと裏道行ってみようよ。すごいね、なんか。すごいとしか言えないんだけど。本当にいいとこだわ。いやちょっとスーツ着て来たかった。本当？ビシッと写真撮ったらよ、かっこよくない？確かに。綺麗だな、今までの中で。俺もそう、本当一番綺麗。なんかあれなのかな、一応こう景観保存とかしてるのかな。してんじゃない。そうじゃない。車が邪魔だけど関係ねえ。外はつまんないの。斜面の方が日当たりがいいんじゃなかったっけ。ああ、そうか。確か。出た、あれあれ。さっきのお店覗いてみる。帰り適当に畑の途中で降りてみようよ。そこにかける。え？そこにかける。ああ、いや入んなくていいよ。
とりあえず見てる。その畑で降りて。あ、そういうこと。そう、見たいだけ。綺麗だな。ここ見てみる。他なくなかったらって、あんまり。どうぞ。パン屋？うん。なんかワインの膜ついてるよ。パラダイス、パラダイス。パラダイスじゃないよ、絶対。パラダイスでしょ。嘘。ワインパラダイス、これじゃない？潰れてるぞ。綺麗な。あ、ここはレストランか。なんかヨーロッパだなってのは感じるけど、必ずしも海ではなくない？この草、草がさ、売ってるのかな？チャージある。見てみる？わかんないね。思いない。見る？ここは何？ワイナリー。ピアスタワイナリー。Yes, wine. Yes. Do you have a cheap white wine? A bottle? Maybe we want to buy about 10 euro. How much? 10 euro. 10 euro, yes. Of 10 euro, you can have... Do you have? Yes, of course. But for 10 euro, you have, can even have a Grand Cru.Riesling, Schönenburg, which is the specialty of Riquir, which has really good taste. But it depends, do you like dry or do you want sweet? But this is dry. Yeah. Mm. But this is, dry is more typical from here than sweet. Yeah. Sweet. Do you want sweet? Yes. 甘いほうが好き。